甲子園が決まって、長め監督からちょっと要請が、まあ、スタンドをですね、甲子園のスタンドを、この T シャツ、緑色の T シャツで、埋めてみんなで応援 したいということで、してもらいたいということで、要請されて約1週間ぐらいですかね。で、準備しまして、昨日届いて、今日、市民の皆さんにお届けしているという形です。今年ですね、今年の3月に講演会というものが、出来上がってですね、本当に出来上がったこの年に、甲子園出場が決まって、本当にみんなで喜んでおります。厳しい試合が千葉県大会多かったんですけど、頑張っていただいて、私たちも甲子園に行けるということで、講演会の、メンバーもみんな喜んでいますので、みんなで応援しに行きたいと思います。お願いします。15年ぶりの、甲子園出場おめでとうございます。実際現地に行って、応援することはちょっとできないんですけど、まあ、こちらから応援してますので、全力でプレーして少しでも楽しめるように頑張ってください。甲子園おめでとうございます。野球部 OB として応援しておりますので頑張ってください。いつもいつも応援しています。頑張ってください。ありがとうございます。市船頑張れ。応援してます。